さあやっていきましょう。地下アビス編ですね。やっていきましょう。さてさて、移動マップになったんですけど、とりあえずリンハルトが気になるのでリンハルトに聞きに行ってみましょう。リンハルト、ここの書庫見ましたか？見てません。あ、先生、見ましたか？ここの書庫。いや、今初めて。大修道院の書庫とは全く違いますよ。これはこれですごい取り揃え方ですね。これあれかな、これあれかな、これスイートスイーツベアのアデットちゃんたちが書いた同人誌で、セテスから外されたというか発禁にされた本がここにしまわれている可能性があるかな。偽証や金書、怪しげな学問から邪教や伝承、呪術の本まで、眠れなくなりそう。あのリンハルトが眠れなくなってしまうのか。そっか、あのリンハルトが眠れなくなるだと、それはすごいことだな。なるほどな、ここに全ての闇が全ての、そうだな、禁書があるんだな。なるほどな、選べるところはないのか。そっか、読めるものはないよね、私が。ないのか。なるほどな、そうきたか。これ2回ある、いけない。あ、でもなんかいずれいけそうな雰囲気はあるけどな。なるほどな、ついに来たか。アデットちゃんたちが書いてそういうね、そういう本をね書いていると、レア様の指示でね、レア様の指示で聞きとして、アネットちゃんとメルセデスちゃんと、イングリッドちゃんと、まあ、いろいろねあるんですけど、まあ、ナスもいたんですけど、ベルとみんなで書いてるという。でそれをセテスは気に入ってないんで、できたそばから書庫に入れられたそばからセテスはこっそり回収してると、そういう感じなんでね。はい、会長。ああ、先生も町を見回っているんだな。うん、町なのこれ。いい町だと思わないか、ここは。地上で言われなき迫害を受けている人々がこの町では生き生きと暮らしている、うん、いや、もちろん地上の在り方を変えるのが俺たちの使命だとは分かっているんだが、ただ純粋にいいものだなと思って。まあそうだね、人が生き生きとして生きているのであれば。生き生きとしてるこれこれ生き生きとしてる本当か会長。すげえなんかもう親が離婚しそうな子供とかいるんだけど、わあ。でも顔はあれか、食べ物見てるだけか。でも向こうはもう無理だよね。向こうは今月の電気代どうしようみたいな顔してる人いるんだけど、会長本当か、どこに目つけてんだお前。生き生きしてるか、これ大丈夫か、本当か。これみんな生き生きしてるかな。生き生きしてるように見えねえんだけど。あ、猫ちゃんいる。猫ちゃんご飯食べる。どうした猫ちゃん、今なんか形変わったけど急に。生き生きしてるのかな。ねえねえ、地上から来たんでしょ、それじゃあきっと悪い人なんだね。ああ、そういう風に教えられてんのね。お母さんがね、地上には悪い人しかいないって言ってたもん。ああ、なるほどね、そういう世界観か。私神祈る。また極端なのいるな。私神祈る、ここしか場所ないね。おい、ペトラだろ。おいペトラ、おい、なぜペトラ顔を隠している。その喋り方はペトラしかいないはずだ。ペトラの女神、私の神、違う。やっぱペトラじゃねえか。この像も私の神、違うね。あ、本当だ、なんか違う。それでも私ここで祈る。アビスの女神ってこと。アビス出たら祈るできないよ。ペトラお前。ペトラ確かに闇の者ペトラだったな。亡者ではあったけどさ、別の世界線では亡霊となって一緒に蘇って襲ってきたけどさ。あ、そっか。これはまあ確かにユーノさんではない。邪教。これやっぱ邪教か？邪教夏美教じゃねえかこれ。なっちゃんじゃねえかやっぱこれ。邪教じゃねえかよ。やばいな、ユーノ神教に対する邪教がここにあること。はいな、なんかぴったり整合性が取れ始めてきたぞ。まずいな、ユーノ神教の。邪教っていうかね、
分家なんだけどな、一応。なるほど。あれは分家なんだけどな。やばいな、整合性取れてきちゃってる。ダルグマク大修道院の地下にこんな場所があるなんてな。ね、ジャイアンあれ読み聞かせしてんのあれ。しかも第四の学級が存在したなんて、さすがの俺も想像すらできなかったよ。いや、なんで学級があるの？その意味がわからないんだけど、学級がある意味がわからないんだけど、地下に人がいたのはまあ置いといて。当然レアさんは知ってたはずだよな。知ってただろうね。全く、どんだけ隠し事があるんだ。これ多分もう次、これあれでしょ、次のダウンロードコンテンツは天空都市でしょ。第5の学級っつって天空都市とか判明するでしょ多分。そういうレベルでしょ。バルタザールを見つけた。バルニー怒られてる。バルニーが今お叱りを受けていらっしゃる。お叱りを受けていらっしゃるな。どうせバルニーのことだから、バルタザールだ。なんで自己紹介し合ってる。紹介したくね。はい、してホルスト兄さんの親友のバルニーです。あー、やっぱ親友なんだ、友達なんだね。あー、まあ確かにね、ホルスト教とは会ったことないか。フォドラの喉元戦で出てきたっけ。出てきてないよね。なんかなんだっけ、腹痛が痛えとか言って俺らがなんかそこ守った記憶はあるけど、キルタちゃん外伝で同盟領じゃちった名の知れた、なんだろうな、俺の格闘王とか言ってなかった。格闘王とか豪傑、お尋ね者。正解正解。喧嘩したり借金踏み倒したりして、今は賞金稼ぎに追われてるんだって。これでも昔は貴族の端くれだったんだが、まあ人生何が起こるかわからねえよな。まあお前のは大体推測できた人生だと思うけど、そんなことをすればどうなるかは推測はできたと思うけどな。まあどうなるかわかんないよな。いいな、なんかこう久しぶりのヒルダちゃん、いいな。横から見とくか。ユノさんも、ユノさんじゃねえや、なっちゃんもすげえな。いいな。バルニーのことだから、どうせ自分が撒いた種でこういう境遇になってんじゃないの。まあそうだろうね。これ2回話しかけて も、ね、変わんないんだよねこのゲームは。じゃあいいか、どっか。うまい酒飲みてえな。あんたも飲んでくかい。まずい酒しか置いてねえけどな。なっちゃんまだ19歳なんですよ。まだちょっと未成年なんでごめんなさい。未成年なんで、浅野の剣を見てちょっと酒は気をつけるようにしてるから。上等な酒はこんな薄暗い地下酒場にまでは回ってこねえことになってんのさ。たまには地上の貴族様が飲むようなうまい酒を飲んでみてえもんだよ。まあ物資は限られているのか。なるほどね。あ、ここは別に何もないんだ。今後これ何？これ全部酒が入ってんの？パイプで蛇口ひねるとジュース出るやつ？酒出るの？すげえな。どんなシステムだそれ。怒られたの？どうしたの？ユーリスにね。ユーリスね。私もユーリスみたいになりたいって言ったら怒られたの。うん、そうなの？バルタザールにはね。バルタザールみたいになりたくないって言ったら極端ね。怒られたの。なるほど。極端な子たちね。困ったもんね、本当にもう。困ったものね。騙されちゃった。あら、美人さんね。ユーリスほどじゃないけれど。ああ、そう、ユーリスさんなんか中性的だよね。美人だよね。美人すぎて、なんか中性的だよ、ね。あの子の綺麗な顔に騙されちゃダメよ。とんでもない悪党なんだから。ああ、そうなんだ。私たちアビスの人間からしたら頼りがいのあるいい子なんだけどね。なるほどね。後ろ暗いことの集団がアビスなので、その中でとんでもない悪党で、地上の人間は悪い人っていうことを踏まえるとユーリスはいいやつ。そういうことになるんじゃないの。ひっくり返ってそういうことになるんじゃないのかな。とんでもなくいいやつっていう、そういう可能性になるんじゃないかな。戦闘に行くしかないの。クロード、リンハルト、アッシュどこ行ったの。アッシュは、アッシュが消えたぞ。アッシュ、ちょ、平行世界へ行ったか。アッシュ、そこだ。アッシュ、アッシュどころかヒナもいなかったせいや。ハッピーちゃん、あー、この組み合わせ、この組み合わせか。もしやと思いましたけれど、あなた
エーデルガルト殿下本人なのです。お、知り合い。ええ、そうよ。あなたはヌーベル家のコンスタンツェなのね。コンスタンツェね。コンスタンスじゃないよね、コンスタンツェね。行方がわからないと聞いていたけれど、コンちゃんね、こんな場所で暮らしていたなんて。殿下こそこのようなところに何の御用があると言いますの。一応元帝国領の貴族なのかな。まさか本当にただの好奇心で。あと殿下の方向いて話してくれない。二人一斉にこっち向いて、私を経由して会話するのやめて。お父さんと会話するのにお母さんを経由するのはやめなさい。直接お話ししてください。あのね、好奇心ではなく怪しい人を追いかけて。あ、終わり、終わりか。そっか。で、ユーリスさんとハピちゃんね。あんまり歩き回らない方がいいかもね。なんで？ここの人って詮索嫌いが多いから。ああ、まあそっか。怒られても知らないし。なるほどね。うん、ハピちゃんね。ハピちゃんスタイルいいね。なんかスラッとしてるね、すごく。へそ出し系なんだね。なんか珍しいね。今までのファイヤーってか風化雪月にはいなかった系女子だな、完全に。名乗ってなかったっけ。ハピはハピだよ。ファミリーネームは存在しないんですか。存在しないんですか。あ、そうですか。この距離で二人で会話してないんですか。聖騎士でもねえのに英雄の遺産を振るう謎の教師。確かに。あんたの噂だけは聞いていた。あ、お前たち通常の世界線だとこのガルクバクが陥落した時には生き埋めになったのかな。上からいきなり瓦礫が降ってきて、それで全員死んでしまったっていう世界だったのかな。そいつがまさかゴロツキを追いかけてこんな地下深くに迷い込んじまうなんてな。アビスのなんか、あ、廃炉のあれがあるね。廃炉の印がある。この教室は地下に学級が、地下に学級が、まあ厳密に言うとこのボルフクラッセは士官学校の学級の一つってわけじゃねえ。まあそうだろうね。そうだろうね。意味わかんないもんね、それ。事情があって表に出られなくなった元士官学校生を収容してるだけさ。ああ、じゃあもともとは士官学校生、先輩でいいのかな、みんなの。はみ出し者ばかりなのは否定できねえが。何歳君たち。なかなか居心地がいいもんだぜ。まだこのクラスを担当してないから名簿とかが見れなくて。見れる。ああ、そっちなんだ。あ、このメンバーなんだ、見れるのは。え、ひな見れるのって初めてじゃない。ちょっと待って、ひな見れるの初めてじゃない。学級受け持ってねえから。じゃあ後で見よう、後で見よっか。ちょっと待って、後でじっくり見よう。で、アッシュの気配が消えた。アッシュはどこへ行った。アッシュ、ちょくちょく絶を使うのはやめろ。アッシュどこに行った。アッシュ出てこい。アッシュ、そんな甘くないよ。ここアビスの人たちがいらないものを置いていっているみたいなんですけど。あ、ゴミ捨て場なんだ。漁ってんだ。アッシュ覗いてみたらまだまだ使えそうな武器もいくつか捨てられていたんですよね。さすがだな、生きるための知恵。月に持って行って構わないそうです。たまに見に来てもいいかもしれません、ね、なるほどね、そういうのもあるんだ。いいな、なんか動物の森みたい。動物の森やったことないけど、なんか友達がやってるの見てるだけだけど、うん、動物の森みたい。これで風景、あー、まあなんかわからんでもない。嫌いだもの、古い価値観。おかしいんだよな、古い価値観。でもなんか帝国を復活させようとしてる。なんかヒナちょっといろいろ矛盾してるところあるよね。やってることと自分の思いとか。やっぱ紋章、ネズミ、鎖、鎖、え、なんか縛られたことあるってこと。泳ぐこと、取り乱すこと。泳ぐこと苦手なのか、嫌いなんだ。なるほどね。あー、なるほどね。リーハルトは初めてだね。昼寝、朝寝。夜寝がないぞ、夜寝がないぞ。読書、釣り、甘いもの、自由。嫌いなもの、争い、地、武器、勤勉さ、義務、束縛、政治、お化け。の割になんか5つ一応ひな側で向こうに参加してんだよな、リンハルトは。趣味、睡眠全般。どういう趣味それ。紋章学の研究、そうだね、紋章学あったね。読書好きだよね。そうだよね。地下か、ん、地下核、ん、地下闘技場の激戦。こっちは終わったぜ、お頭。それよりあんたのその件については追って伝える。
今は降りかかる火の粉を払うことに集中しろ。心配すんな、俺は誰も死なせねえよ。あいつらも全員無事で助け出してやる。ほう、あいつら捕らえられてるのか。準備が整ったらお前たちは念のため地下の連中の護衛についてやれ。ここも地下なんだけど逃げた。何をしていた。ああ、あんたたちか。何ってそりゃ迎撃の準備だよ。あんたたちも手伝ってくれるよな。これは地上部隊とってこと。騎士団。迎撃の準備、まさかもう敵が迫っているということか。ご明察。地上にやった連中がどうにも不審な傭兵を見かけてね。前に侵入された入り口は潰したんだが、また新たに探り当てられちまったらしい。何なんだろうね、攻めてきてるの。そんな、誰なんだ。なら急いで町のみんなを避難させないと。なんでクロードいないのねえなんでアッシュなのその位置。おかしいなアッシュがクロードとすり替わってるんだけど。いや、そっちについては心配ねえよ。クロード、やはりぼっちか。そろそろ戻ってくるはずだ。え、なんでハピまで借り出すわけ。頑張ったって死ぬ時は死ぬって。そのモーションはヒルダちゃんと同じだな。頑張らねえと死なねえ時も死ぬんだよ。で、通路の偽装は済んだのか。当然ですわ。おとりに引っかかりさえすれば敵は居住区に気づかず進むことでしょう。ああ、なんか本当になんかスミレちゃん感があるなそれこの私を顎で使ったのですから必ず成功してもらわねば困りますわよ。なんなら今から私に指揮役を。連中はもうアビスの入り口まで来てる。東側から入ってきやがるぞ。一番年齢上なのはバルニーなんだよね、やっぱ。東側か、なら都合がいいな。作戦通りそのまま中に引き入れろ。中に敵を引き入れる。敵はなぜアビスを狙う。引き入れる。地上でちまちま迎え撃ってもキリがねえし、下手に騒げば教団を刺激しかねない。相手は教団じゃないってことだから地下に引き込んで敵を叩く。また闇にしそうものソロンなのかな。戦うのにうってつけの場所があってね。ほう、でだ、ここまで来て手貸さねえなんてことはねえよ。頭下げろよ、うちのヒルダに。ヒルダ姉に頭下げろ。もちろん僕で力になれるなら。真面目な足がいた。きっと皆も協力してくれると思いますよ。そうだな、この町に暮らす婿の人々を危険な目に合わせるわけにはいかないしここで敵を捕らえられれば敵がアビスを必要に狙う理由が判明するかもしれないわ。共に戦おう。仕方がないな。戦おう。ふーん、ずいぶん乗り気じゃん。まあ手は足りないしありがたいけど。これで合流ってこと。戦ってくれさえすりゃ乗り気かどうかなんて関係ねえだろ。行くぞ。オッケー。これ酋長たちってもしかしてこのクラスって固定人数的に見るとこの感じで。地下闘技場だ、ユーリス。お前いい場所知ってんじゃねえか。この辺りに昔闘技場があったって話を町の年寄りから聞いてたんでね。そのうち何かの役に立つかと思って瓦礫に埋もれた入り口を掘り起こしておいたのさ。ここは遺構を再利用したもののようだが、もともとは広間か何かだったのだろうか。そうかもしれないわね。なんかすごいな、アビスはある種の遺跡のようだもの。酋長3人が揃ってストーリー進んでいくのはすごいな。なんかあれ、クロードいる。大丈夫、クロードいる。私も加減せずに戦えるというものですわね。なんでクロード右側にいるのかな。君は大丈夫か。酋長として大丈夫か。なんか位置違わない。クロードやっぱ仲間外れ、ちょっと仲間外れっていうか、クロード自身が避けてるのかな。それはヒルダちゃんちょっとかわいそうかなと思ってなんか横にいてくれるけど大丈夫か。クロード左側の酋長陣営のところにいていいんだぞ。お前気すんな、いいんだぞ。大丈夫か。ハピもここならため息ついていいじゃん。ため息、確かに、ね、どういうこと。ため息、こいつがため息をつくとだな、魔物がぶっ飛んでくんのさ。あ、やっぱ召喚師なのか。例え話じゃねえぞ。ああ、いやもうそれ見たよ。魔物がぶっ飛んでくる。見ただろ一回。どういうことなのか気になるけれど。召喚できるね。ヒナが汗かいてる。右下にヒナが。マジか、あのヒナが汗をかいてる。ああ、とにかく絶対にため息はダメだ。
コンスタンツェも暴れるのはほどほどに。いいか、これだけでかい空間が崩れたらアビス丸ごと崩落しかねない。被害が出ねえようにわざわざここに敵を誘導したんだ。台無しにしてくれるなよ。うわー承知していますわよ。その程度のこと。コンちゃんもなんかすごい力持ってんのかな。ニンニンしてたもんな。お前のそれは当てにならねえんだよな。この中でバルニー一番弱い可能性としては。心配だ、暴れすぎないように。何を知ってるのなっちゃんは。何を知ってんの、暴れすぎないように。あなたまでそんなことをおっしゃるの。全く信じられませんわ。大神を呼んでくるぞ。人々の暮らしを守ることこそ貴族に課せられた使命。ああ、ナスと気が合いそうだな。アビスを守るつもりで壊滅させてしまう、そんな本末転倒は起こりませんわよ。そんなことになったらアルフさんにも迷惑かかっちゃうしね。誰アルフさんって。地下が崩落したら罰受けるのって間違いなくアルフさんじゃん。あ、待って、ちょっと知らない子なんだけど、アルフさんって誰。アルフさん、上で会ったことはねえのか。教団のお偉いさんの一人だが、アビスの味方なのさ。お偉いさん、セテスくらいしか思い浮かばんけど。俺たちみたいな行くあてのね、フレンじゃねえだろな。こうして新しい居場所をくれる。フレンくせえんだけど、なんか私ですわよっつってこう上から降りてきそう。ご存知かもしれませんけれど、ボルフクラッセの設立を提案したのもアルファルド様ですわ。アルファルド。教団内の対立もあって表立って騎士団を動かしたりはできないそうなのですけれど。対立してるのはセテスってことでいいですか。そういうわけで俺の中でフレンなんだけど。守る上での頼りは俺たちと、そしてあんたらの力だけだ。バケモンばっか揃ってるけどな。先生よろしく頼むぜ。思う存分当てにさせてもらうから。教官と呼びなさい。コントン夏美教官と呼びなさい。先生ふざけるな。私は教官だ。士官学校の教師なのですわよ、ね、違う、ライゼクスのゼクスの教官だ。私たちの師というわけではありませんが、他に呼びようがありまして。教官と呼べと言っておるだろうが。お世話になるからね。もう俺たちを敵に回す恐ろしさ、骨身に叩き込んでやろうぜ。これで生徒というか、なんというか、我が配下に、我が戦闘配下に従うということですか。そうだよね。じゃないと指示出す意味わかんないもんね。そういうことになるのね。なるほどね。